皆さんこんばんは、36歳の五十嵐義孝と申します。濁らずに、五十嵐五十嵐と言います。私がこの、福島に住むようになったのは震災のちょうど1年前です。妻がいわき市出身でして、子育ては田舎でしたいと思って東京から引っ越してまいりました。そして東日本大震災を経験しまして、私自身今までスマトラやハリケーンカトリナや中越沖地震、中越地震など、被災地での救援活動の経験があったもので、まさか自分の妻の故郷でこのような未曽有の大震災を経験するとは思っていませんでした。そして原発事故が起きまして、多くの方たちが避難される中で、私たちはどうしても取り残された方たちのお手伝いをしたいと思って残って、そしてその避難所周りや仮設住宅いろいろと回ってまいりました。そして復興のプロセスを見ていく中で、私はこの皆さんの声、被災者の声、避難者の声、本当に皆さんの声が反映される政治やまちづくりがなされていくべきだと思い振り立っています。そして私は娘を突然死で失いまして、その時に初めて被災者の方たちの心を何も理解してなかったということを学びました。そしていつかではなくて今、私たちはこの日本の未来を変えるためにこの原発事故を経験したこの福島から私たちは立ち上がって、一緒にこの福島の未来を変えていきたいとそう思っています。県知事選は原発事故の時に私の中で心が決まりました。そしてこの命を本当に子どもたち孫たちのために捧げて、大人たちの生き様を見せていきたいと思って決断した次第でまいりあります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして井戸川さん、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私は双葉町、原発のある双葉町の、以前は町長をしておりました。多くの皆さんから双葉町が原発を誘致したからお前たちが悪いんだという非難を受けております。まさにそれは本当です。私たちは原発と共生したのが大きな間違いでした。そして多くの皆さんにこのような辛い思いをさせるような原因に作ったことについて、この場をお借りしましてお詫び申し上げます。本当に申し訳ありません。しかし原発行政は国とそれから東京電力になっておりました。私たち地方自治においては権限は何もございませんでした。しかし事故を起こさないように、絶対に起こさないように東京電力と原子力安全保安院には強く言っていましたけども、残念ながらいとも簡単に壊されました。この壊されたことによって双葉町あるいは県内が大きく壊され、物的な壊され、精神的な壊され、いろんなことで壊されております。この壊されている量というのは計り知れないぐらい大きなものであります。世界最大のこの原発事故において、甚だ残念なのは扱いが世界最小の扱いをされていると、これに私は憤りを感じて、この度の福島県知事選挙の立候補の決意をいたしました。この決意にあたっては断腸の思いであります。今までの悔しさ、そしてこれからの福島県の在り方、これまでの福島県の在り方も含めて、未来に向けて多くの皆さんが困らないような、そういうことを歌っていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。続きまして伊関さん、お願いいたします。はい、こんばんは。まずお手元にある政策提言シートなんですけれども、本当に急遽思い立って出馬したものですから、書類の手続きとか全部自分でやっているので、これをちゃんと宿題を期日までに出すというのを見落としました。後でフェイスブックとかできちんと提案させていただきたいと思います。申し訳ありません。で、私は栄作知事時代に6年ほど
県立病院とか有料道路とかそういう審議員をさせていただいて本当に身近なところで原発政策に対して国に風穴を開けたいっておっしゃってた知事の下で委員させていただいてました。でなんかこうその後こういうことがあって本当にこう首を長くしてこの知事選を待ってました。で私の中ではすごくいろんな NPO の方とかいろんな立場の方がこの3年半の思いを知事選にぶつけるのかなと思っていたらなんかやっぱオール福島で行こうみたいな感じで一つになってしまってなんかもしかしてスコットランド の, 85% ぐらいの投票率よりかも下に行っちゃったら本当にこう世界の人から支援を受けていたのになんか福島の恥じゃないかなって思ったんですね。で私のようなものが出ることでちょっとでも投票に行ってみようって思ってくださる方がいればそれから少しでもこの知事選のことをマスコミの方たちが扱っていただければと思う思いで出馬いたしました。本当に素人です。で主人と2人で行商のように回って歩きますのでビラもまだ何にも作れてません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして熊坂さんお願いいたします。熊坂と申します。私も青年会議所の理事長をしましたのでこのような機会を福島ブロック協議会で設けていただいたというのは非常に敬意を表したいと思います。今日6人がここに立ってますけども私はできたらここに八村さんにも加わっていただいて議論ができたらよかったなというふうに思っております。私は昭和27年1月10日この福島市で生まれました。野田小学校、野田中学校、福島高校を出まして弘前大学医学部を出ましてそして妻のふるさと岩手県立宮古病院に勤めました。そして開業いたしまして縁ありまして宮古市長を3期12年合併も含めてさせていただきました。退任後は大学の教授やそして皆さんご承知の通り寄り添いホットラインというのを始めさせていただきました。宮古におきましても非常にすごい大変な被害を受けましたので復興に向けて努力をさせてきていただきましたが私は福島生まれでございますので父が一人暮らしで行ったり来たりする中この福島が非常に難しい状況になっているということを痛感しておりました。特に今申し上げました寄り添いホットラインで福島から寄せられる悩みが非常に深刻で全く解決策が見出せないというところに、本当に私も、この憤りといいますかそれを覚えました。現在も12万6千人が避難しております。どうして復興が進まないのだろうかこれは本当に僕不思議でしょうがないんですね。これは何が原因なのだろうかということを真剣に考えるに至りまして福島県人である私は内科の医者でもありますし市長12年の経験もありますので、まあ、何とかしたいということで今回立候補の決意に至った次第であります。まあ、全身、自分の人生をかけてこの福島ふるさとを何とか元の本当に美しい福島にしたいと思って決意をいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。続きまして金子さんお願いいたします。はい、ちょっと皆さんこんばんは。金子義直と言います。最初にですね自己紹介からなんですが私は中通りの県南の白川で生まれまして、大学とその前の浪人1年間は東京の方行ってましたけどあとはもう福島の方にずっといまして訛りも含めて生粋の福島人ではないかなというふうに思ってます。それで高校時代はですね、男子校でございましたんで、女子生徒もいなくてあんまり気にしなくてこうのびのび育ったような感じがしてます。それで地元に帰ってからはですね仕事もしっかり修行しながらですねNPO の歴史の団体とかですねそれから PTA 関係そして今日は青年会議所の皆さん大変お疲れ様でございますが、JC 活動地元と福島と東北と日本と思いっきりやらさせていただきました。最終年度だけちょっと何もなかったもんですから、そういう流れがあって、今回多少実行しているというようなところは
まあ、冗談でございますが、本当に私もですね、皆さんからもいろいろお話あったと思いますけど、やっぱりこう今の社会どうなのかなという中で、我々も責任世代でございますんで、次の世代子々孫々ですね、きちんとした社会をですね残していかないと本当に大丈夫なのかなっていうのがありまして、使命感に燃えてですね、今回立候補させていただきました。一つよろしくお願いします。以上でございます。はい、ありがとうございました。最後に内堀さんお願いいたします。皆さんこんばんは、内堀正夫と申します。今日は JC の皆さんがこのような場を設けていただいたこと、改めて御礼を申し上げます。私が生まれたのは昭和39年です。東京オリンピック東海道新幹線の開業の年、今50歳になりました。私がここ福島に来たのは37歳の時でした。平成13年の4月、美しま未来博が開催される年でした。それからの10年間はまさに福島が穏やかで、もちろんいろんな課題はありましたが、やはりほっとする福島、美しま福島と言える時期でした。ところが3.11 を境に福島は劇的に変わってしまいました。津波、地震、そして原子力災害、さらに同じ年に会津エリアでは豪雨災害がありました。こういった厳しい苦境の中、福島県は浜中会津全県で何としても復興しなければいけないという厳しい状況にありました。1年、2年、3年、時間が経つごとに徐々に明るいニュースも増えてきました。光はある程度見えてきています。しかしまだまだ影も残念ながら残っています。12万余りの方々がまだ避難生活を続けている。そしていつ帰れるか展望が見えないという現実もあります。この影を少しでも弱めて、見えてきた光をもっと増やす、輝かす、そういう思いを持って私自身今日この場に臨んでいます。今日は何卒よろしくお願いいたします。